調子を聞かれれば常に絶好調と答え、巨人ファンからはもちろん、アンチ巨人をも虜にした男、中畑清。今回は持ち前の明るさと勝負強さで、80年代の巨人を支えた中畑清のキャリアを振り返ります。福島県西白川郡矢吹町で育った中畑は、長嶋茂雄に憧れ野球を始めると、高校は朝霞商業高校に進学。そして高校で頭角を現すと、地元の新聞に取り上げられるなど注目を集めるようになり、卒業後は駒澤大学に進学し、より高いレベルで野球に打ち込むこととなります。大学では2年秋にチームのリーグ優勝に貢献し、最高殊勲選手に選出されると、4年時には春秋連続優勝の原動力となり、結局大学では5度の優勝を経験。そして中畑自身もリーグ通算82試合の出場で、打率3割飛んで7厘、ホームラン10本、打点51の好成績を残し、ベスト9にも4回選出されました。迎えた1975年のドラフト会議、駒澤サンバガラスの一人として注目を集め、巨人の1位指名が有力視されていましたが、巨人から1位指名を受けたのは銚子商業の篠塚。中畑は高卒の篠塚が先に指名されたことにショックを受け、内定していた企業の就職も考えたといいますが、幼少期から憧れていた長嶋茂雄の存在が大きく、中畑は巨人入団を決意し、プロ野球人生を歩み始めます。長嶋茂雄と同じ4番サードの座を目指す、そう意気込みプロ野球の門をくぐった中畑ですが、この時の巨人は王貞治、張本勲、土井正造、高田茂らが現役で活躍しており、選手層が厚かったため、3年間はほとんど出場機会に恵まれませんでした。2軍でこそ活躍を見せていたものの、1軍では大卒3年で活躍できていなかった中畑は、78年オフにクラウンとのトレード要因として考えられていたといいます。それでも78年オフに行われた日米野球において、ツーランホームランを放ったことで首の皮1枚つながり、79年も巨人でプレーすることとなります。そして79年シーズンは高田茂に代わり、サードのレギュラーを獲得すると活躍を見せ、新人王候補としても注目を集めました。しかし中日の剛腕投手小松達夫の剛速球を右手人差し指に受け骨折し、離脱したことで新人王とはならず、それでもこの怪我で野球ができない悔しさを改めて知ることができたという中畑は、オフに地獄と形容された伊藤キャンプのメンバーに抜擢。キャンプでは長嶋茂雄の猛ノックを受ける中で、若さあふれるジャイアンツメンバーの中で誰よりも声を上げ自身を表現しました。またこの頃憧れでもあった監督の長嶋から調子を聞かれた際に、まあまあですと中畑は答えます。するとその後コーチの土井正造から、そんなんじゃ使ってもらえない、いつも元気よく絶好調ですと答えろ、そう叱咤されたところから、絶好調が中畑の口癖となっていきました。迎えた80年シーズン、この年は3番サードで開幕スタメンの座を勝ち取り、序盤から活躍を見せると、自身初の規定打席に到達し、最終的に打率2割6分8厘、ホームラン22本、打点57の成績を残しました。プロ5年目にしてようやく結果を残せた中畑でしたが、オフに同じサードを守る大学野球のスター選手、原辰徳が巨人に入団するという逆風が吹きます。そして長嶋茂雄の辞任後、藤田元氏が新監督に就任し、迎えた81年シーズン、中畑と原のポジション争いに注目が集まりましたが、原はセカンドに回り、中畑は3番サードで開幕戦を迎えます。その後、4月11日の阪神戦で、ついに4番サードで先発出場を果たすと、第2打席でシーズン第1号となるソロ、19日の広島戦から2試合連続ホームランなど、絶好調男中畑は波に乗ります。しかし開幕1ヶ月で負傷離脱し、代わりに入った原の活躍で中畑はファーストに回ることに。サードを取られた悔しさもある中で、最終的に打率3割2分2厘、ホームラン16本、打点66の好成績でチームのリーグ優勝、日本一に貢献しました。その後82年からファーストで7年連続でダイヤモンドグラブ賞を受賞。希望のポジションではなかったものの、無駄なプライドを捨て腐らず
ファーストとして試合に出続けたのでした。そんな中でファーストには次々と資格が送り込まれたのもまた事実です。83年にはメジャーで鳴らした強打者のスミスが入団。中畑は外野への転向がささやかれたものの、春のキャンプにファーストミットだけを持ち参加するという意地を見せると、開幕戦に6番ファーストでスタメン出場。その後開幕2戦目で怪我をし、一時は駒田典弘にレギュラーの座を譲りますが、復帰後は勝負強さを発揮し、最終的に打率3割、ホームラン15本、打点68の好成績をマーク。翌84年シーズンはオールスターで第2戦、第3戦にまたがる2打席連続ホームランを放つと、公式戦では不振の原に代わり、シーズン途中から4番を任され、最終的に打率2割9分4厘、ホームラン31本、打点83の好成績を残しました。その後選手会長にもなり、85年からは労働組合となった選手会の初代会長にも就任し、87年には首位打者とはならなかったものの、打率3割2分1厘のハイアベレージをマーク。そして駒田の台頭で原が外野へ回った89年には再びサードへ。憧れの長嶋茂雄に近づくために満を持しての復帰のようにも見えましたが、ここでも中畑は度重なる故障に苦しめられることとなります。その後出場機会が激減した中畑でしたが、ここでも腐らずベンチから誰よりも声を出し、優勝を争うナインを励まし続けました。そしてチームは見事リーグ優勝を果たすこととなりますが、中畑はこの年限りでの引退を表明。そんな中で最終戦となった10月13日のヤクルト戦でツーランホームランを放ち、有終の美を飾ったかと思われました。迎えた近鉄との日本シリーズ第7戦、いきなり3連勝で王手をかけた近鉄の加藤が、巨人はロッテより弱いと発言したと報じられて以降、気な臭い雰囲気も漂っていたシリーズでしたが、6回表に中畑が代打で登場すると、その雰囲気は一変し、2対6と劣勢の近鉄ファンまでもが中畑に声援を送ったのです。そして2球目を捉えると、打球はレフトスタンドに突き刺さるホームランとなり、何度も飛び跳ねながら笑顔でダイヤモンドを回った中畑でしたが、ベンチ裏に駆け込むや否や男泣き。長嶋茂雄の引退セレモニーや近年の演出され尽くした引退試合ではなく、日本一を決める真剣勝負の頂上決戦かつ遺恨試合の様相さえ呈していた一戦、そこで相手チームのファンからも万来の拍手で迎えられ、祝福で送られる。誰よりもファンを大事にした男のことをファンもまた誰よりも愛したのでした。そして現役時代、どれだけ調子が悪くても故障しても常に明るく常に全力で取り組んでいた中畑だからこそ、監督として DeNA の基礎を築くことができたのでしょう。今後中畑清のような記録にも、そして記憶にも残る選手が一人でも多く出てくれることを願い、この動画を終えたいと思います。それでは今回の動画がいいと思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。